南関町のおろち南関夏祭り、南関祇園山は、毎年8月の第一土曜日に、熊本県玉名郡南関町で行われる夏祭りで、ある。地元では、祇園山と呼ばれている。真夏に繰り広げられる勇壮な神事で、京都の八坂神社の分霊が祀られている、八剣神社の祭りである。主神である須佐奈尾の御事が、出雲の国の声の川上において、 大蛇を退治した神話を演技として、祭神のに来たまを今しめ魂心を奉した1640年頃から、商売繁盛と五国宝城、無病息災を願い、この祭りが始められたと伝えられている。この祭りでは、高さが3メートルもあるいかめしい行走のおろちの出汁が、主役で、祭り独特の鐘や太鼓の林を乗せた出汁を、昼間は子供たちが、 夜になると若者たちが、引き手となり旧南韓地区の関町商店街一帯を練り歩く。夜ともなると首を振りながら進む、おろちの口から花火がまき散らされ、より一層祭の気分に火をつける。現在では、南韓町商工会南韓支部及び南韓大蛇さん、新公会のメンバーが主になり、祇園さんを盛り上げている。また、 近年は隣接する福岡県大牟田市で行われる大牟田夏祭り大蛇山へも参加している南関大蛇山振興開発見解公式ウェブサイトありがとうございます